広島、海もいいけど山もいい、大山箱根丹沢小田原温泉三昧、遊び放題買い物全国パラダイス。今日はどこに出かけましょうか。川崎鶴見、横浜横須賀、海沿い走る長瀞加藤、三浦葉山鎌倉江ノ島、海もいいけど山もいい、大山箱根丹沢小田原温泉三昧、遊び放題買い物全国パラダイス。鶴見再発見、鶴見チャンネル。皆さん、はじめまして、森幸子です。ダブルドリームのゆめちゃんがお休みで、今日はピンチヒッターで MC を務めます。よろしくお願いします。この番組は、子ども番組風にご当地情報番組、鶴見を再発見していただこうという情報番組です。今日は東京オリンピック開催記念の特別バージョンでお送りします。パチパチパチ。私は今日ピンチヒッターで、MC を頼まれた鶴見在住60運年の森幸子と申します。何分にも不慣れですが、初めての経験ですが、後で宣伝のものがあるんで、喜んで今日やらせていただくことになりました。拙い司会ですが、最後までどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。今日のこの番組の放送は鶴見ふれあい館からユーストリームによる生放送でお送りしています。過去の放送は YouTube でも後から見られますので、見逃した方はぜひそちらでご覧になってくださいね。こちらの鶴見ふれあい館は2010年にオープン、誰もが気軽にフラッと立ち寄れる場所づくりを目的としており、運営はすべて ボランティアの方々です。釣り向きの皆さんの交流拠点であると同時に、地域の作業所などで作られた小物品や、の販売やさまざまなイベントも開催されています。絵画や写真のギャラリースペースなどとしても利用可能です。またお隣にあるあのパン屋さん、バクの家の出来たてのパンをこちらでいただくこともできますし、ふれあい館の日替わりランチもとっても好評です。最近では横浜野菜の販売もしております。ちょうど今日木曜日で、23日木曜日、豊岡ただいま野菜マルシェということで、このような野菜も店頭で販売されておりますので、皆さんお気軽にお買い求めください。場所は JR 鶴見西口より徒歩3分豊岡商店街にあります。営業時間は平日の10時から17時。皆さんぜひお買い物のお帰りなどにお立ち寄りくださいね。この番組は3時45分までやっていますので、お近くの方はぜひ見に来てください。お待ちしています。なお番組では視聴者の皆様からの投稿をお待ちしております。ぜひ番組をご覧いただきながら書き込みしてください。それではまずこちらのコーナーから、今日のゲストコーナー、今回はなんと鶴見川で活躍されているお二人の素晴らしいゲストをお呼びしています。さあ参りましょう。本日のゲストは横浜ジュニアローイングスクールの校長、アトランタオリンピック、ボート審査員の木村則夫さんと、前回の東京オリンピックボート選手の吉野則一さんです。どうぞ。はい、よろしくお願いします。木村です。吉野です。はじめまして、よろしくお願いいたします。どうぞよろしく。それではジュニアローイングスクールのご紹介をお願いいたします。はい、校長をやってます木村です。
鶴見川はよく皆さんご存知だと思いますが、我々坊主が焦げるというのがね、横浜に18区ありますけれども鶴見区だけなんです。駒岡から下流の方でですね、我々、日頃からボートを楽しんでるということでございますが、想定場ができてからもう28年29年目になるというようなところなんですが、教会も愛前後してできました。まあ、その頃からね、我々も通い出して皆さんに水を楽しんでもらうということをやっております。まあ、そんなことで我々大人がね一生懸命やってきたんですけれども、大人の知恵でね、子どもたちにも漕いでもらいたいな、あるいは付近の方々にも漕いでもらいたいなということでね、いろんな企画をしました。で、現在も年のうち3回はボート教室、大人用ですけども、それから2回はふれあいボート教室というのと、親子ふれあい、サマーフレンドとかね、いろんなことをこうやってきたんですけども、子どもたちの場合は一過性に終わると。だいたい1回楽しんでよかったな、面白かったよって言って帰っていただいても、なかなかもう1回こいでとか2回目3回目とこう繰り返しができないもんですから、ボートスクールを作ったらいいかなということで作ったのがこのジュニアスクールですね。それから今日もたくさん来ていらっしゃいますが、アメンボシーズという障害のあるお子さん方、これも一生懸命現在は通ってきております。まあ、そんなようなことで続けているのが現状なんです。で、スクールは3年前に作って、現在3年目に入ってるわけですけども、まあ後ほどまた触れていただくと思いますが、今年の夏はちょっと焦げてないと、この鶴見川で焦げてないというのが実情でございます。またそのことについてはお話があろうかと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。鶴見は18区増えたんですね。その中でただ横浜市がね、横浜市は18区あって、その中で、鶴見だけがそういう場所があるということで、はい、鶴見ってやっぱり素晴らしいですよね。ありがとうございました。はい、それでは吉野さん、はい、よろしくお願いいたします。はいはい、あ、何を喋るんでしたっけ。スクールについて。スクールについて、スクールはですね、今の生徒が何人か来てますけれども、小学校のボートスクールって実は珍しいんですね。で、中学生になって少し増えて、高校生になるとインターハイもあったり国体もあったり、いろいろ試合に出るチャンスもあるんですが、小学校って割と珍しくて、首都圏でもうクラブとしては5つか6つぐらいです。まあ鶴見川というかなりボートに向いた場所なので、3年目ですけども、その首都圏の中では結構強い方に、入ってきてます。2、3年後には中学の 全国選手権でも優勝できるような選手が育つだろうと思って、期待、講師としては期待しております。そんなところ。はい、ありがとうございます。まあ、練習はこの鶴見でされてるっていうことですが、はい、生徒さんは何歳ぐらいの方が多いんでしょうね。それから女の子なんかもいらっしゃるんですね。はい、女の子は今、子って言っちゃいけないのかもしれませんが、6年生が4人、そのうち今2人来てますね。6年生4人で、1年生が1人、5人で、あと男が、小学生は5人かな、5人か6人ぐらい、中学生が2人という、そういう構成です。なるほど。今日ね、真っ黒に日焼けした女の子が2人来ていただいてますけれども、で、ボートっていうのはすぐに上手に漕げるもんなんでしょうか。小学生から始めるとですね、かなり有利で、やっぱりですかね、言葉と一緒で若いうちにやるとそれだけ覚えが早いんですね。ボートそのものは動きは単純で、そんなに一見難しそうじゃないんですけれども、結構技術的な難しさもあるんですが、若い頃から始めることで、その技術的な困難はかなり取り除けるところがあります。若い時からやることを勧めます。はい、三つ子の魂100までもとか、6歳の
6歳の誕生日に始めるとか、なんか昔ありましたよ ね, たね、はい、うん、何でも早い方がいいということで、はい、希望者には全国大会に出場し日本一を目指す手伝いもしますとのことですが、はい、日本一の選手が出てくるといいです ね, そうですね。日本一になるための練習はどのような練習になるんでしょう。あんまり日本一日本一であのケツを叩くというか叱咤激励するのはまだ小学生のうちは早いと私は考えてますので、個人の判断に任せて来たい子には来てもらってという、熱心にやっているのは週3回ぐらい来てますが、不熱心なのは1回も来ないというのもいますし、まあいろいろです、まあ、それはそれで僕はいいと思ってまして、なるべくいろんなスポーツに親しんでもらう、子どもにしか親しんでもらうのはいいことだと思ってます。あんまりその強制はしないようにしてます、はいはい。コーチにはどのような方がいらっしゃるんでしょう。今ここに隣 の, 木村さんも実際にコーチやってもらってますというのは人数が少なくてですね、やっぱり本当に初心者を教えるので1対1ぐらいでじゃあ つかないとなかなか上達できないんですね。そういうことでかなりいろんな人にコーチを頼んでます。だいたい経験20年とか30年ぐらい、つまり年寄りが多いんです。まあそれが実は悩みの一つで、孫ぐらい の, 年齢になってしまうので、もう少し若い講師も欲しいなと思ってますが、まあ、若いということは仕事を持っているということになるので、土日しかできないということがあって、今みたいに夏休みに出てくるということもできませんので、まあ、それがちょっと悩みの一つではあります。国体や日本一になった一流選手がコーチをされているんですね。本当びっくりです。あとチャーチボートという珍しい日本にたった一つのボートがあるそうですが、チャーチボートというのはですね、その名前の通り、ヨーロッパの北の方で教会に行くときに、村の人が集まってそれに乗ってった、今ちょうど絵に出てますけど、日本に持ってきたやつはフィンランド製で、14人漕ぎ、舵取り1人、全部で15人、乗るやつなんですが、安定性があって、非常に漕ぎやすくてなかなかいいボートです。皆さん簡単に経験漕げますので、鶴見のボートフェスタだとか、横浜スポーツリケーションフェスティバルとかで乗れますので、ぜひ来てもらいたいと思います。はい、そういうことでございます。次に木村さんはアトランタオリンピックのボートの審査をされていたとのことですが、どうして審判になられたんでしょう。はい、審判になったのは32歳の時かな。それまでにボートのコックスとかコーチとかいろいろやってましたけれど、ぼちぼち何か別にね、楽しみながらかつ長いことをやれる職場がないかなと、ボートの職場ですがいうのを考えたときに、審判員が一番私には適しているかなということで、まず日本のナショナル審判っていうのになりまして、その10年後に、これはウィーンに駐在してたときにアムステルダムに行って、夏休みの間ですが世界選手権がそこで行われてたので受けて通ったということです。それになりますとこの審判員の大きなこのバッジになって、これで、国際審判としてですね、いろんな、世界のあっち行ったりこっち行ったり、アジアのどっか行ったり、アジア大会に行ったりとかいうようなことで審判をやったわけです。そんなようなことで、やってきたんですけれども、もうやっぱしもともとがボートバカなもんですから、そういうことを続けて65歳までやりました。現在は80歳になりましたけども、これは65歳に召し上げられるバッジなんですね。それからあとはこれと同じものなんですが、一回り小さいバッジを今のところつけて名誉審判ということになっております。そんなようなことで、ボートの会場をうろうろしているというのが、あれですが、子どもたちもかわいいので、校長になって、皆さんと若い人たちと
接していきたいというふうに現在のところ思っているのが実情です。以上ですが、はい、はい、ありがとうございます。素晴らしいですねこちらね。あとこっち、あのこのユニフォームはジョージアブルーという、はい、あの色だそうでして、あのお帽子もほら、はいはい、こんな風にアメリカの、はい、ジョージア州は州の色っていうのがこの州の色、はい、この色になっております。ブルーの色ですね。で吉野さんは裏、はい、後ろにあの赤いユニフォーム、ちょっとあの体型がおかわりになっちゃってあの着られないということでちょっと後ろに飾ってありますが、なんかあの赤いねユニフォーム私たちも印象にありますよね。じゃあ次に吉野さんにお話を伺いたいのですが、はいはい、吉野さんは前回の東京オリンピックのボートの選手でいらしたということですが、はい、あのボートの選手ではあるんですが、あのポジションがコックスという、あの自分では漕がないで、反対を見て舵取りをしているポジションですから、現役時代の体重が50キロ、今70キロですからちょっと切られないというそういう、スポーツはたくさんあるんですが、なぜあのお二人ボートをお選びになったんでしょうか。まず木村さんからあの先ほどもちょっと喋りましたけども、国際審判になれば世界各国あちこちボートのレースのあるところへ行けるということと、日本にまずなったのはあのインターハイとか国体とか開催の府県がみんな変わりますよね、一年一年そっちの方へ行ってうまい酒を飲みたいというのが一番初めの発想です。まあ、あのそれが繰り止まって現在になっているということですね。はい、私はですね、中学時代はちょっとちゃんと勉強してまして、高校受験を一生懸命やりました。でもう高校大学と付属の 高校だったんで、もういいなということで何かスポーツをやろうということで、その高校にあった中で、ちょっと変わったものをやろうと思って、ヨットか馬術かボートと思って、その中でまあボートを選んだ。特に何か大きな理由があるわけではないんです。でそのままずっともう約55、6年ですかね、ずっとボートに関係しています。吉野さんが東京オリンピックのボートの選手になられて大変だったこととか嬉しかったことなどを教えていただけますか。何が大変だったかちょっともう苦しかったことを忘れちゃうんで思い出しませんけど、代表決定、国内線予選が当然あるわけで、代表決定までずっと戸田で合宿1年間、合宿しました。ずいぶん寒い時期もあったし、いろいろ途中で選手が病気や怪我で交代しなくちゃいけないことがあったり、いろいろ苦労、そういう苦労はありましたけど、今にして思えばそんなに嫌だった思い出はないです。楽しい思い出ばっかりですね。そうね、なんかもう苦労も苦労としないっていうところがやっぱりお好きでいらっしゃるっていうことなんでしょうね。吉野さんはジュニアローイングスクールのコーチ紹介では鬼コーチになっていますが、どのように教えられていらっしゃるのでしょう。またなぜ鬼コーチとして厳しく教えられているんでしょうか。コーチ、まあ、私含めて何人も、まあ、木村コーチも含めてコーチがいるんですけど、皆さんまあ優しい人ばっかりで、一人ぐらいうるさいのがいないとまずいかなということで、あんまり理不尽なことは言ってないつもりですけど、言うときはかなり厳しく言います。ただ嘘はつかないようにはしています。ダメなものはダメだし、いいものはいいよということでやってます。まあ辛口ということで辛口、お酒のように辛口ということで、はい。実はちょうど5年後の明日2020年度の東京オリンピックの開会式ですが、どんな思い出がおありになりますでしょうか。開会式、はい、私が、出たアトランタ、はい、アトランタは開会式の直後ですね、爆弾騒ぎがありまして、やはりそれからあとは警備が非常に厳しいですが、
とにかく開会式は華やかですね、どこでも、いつ見ても、まあ、現場に行くよりはテレビを見た方が一番いいとこ取りで見れるかもしれません。ただ、まあ、参加することという参加して実際の入場式を見たり、その他のアトラクションを見るということはやっぱし生で見るということはね、非常な盛り上がりを実感として感じることができるので、非常にそういう意味では、楽しい、手元にはビールも来ますしですね、それを飲みながらっていうのは非常に楽しいですね。私はオリンピックの開会式はその時だけですが、あとアトランタじゃない北京には2008年のパラリンピックの方の開会式を見てきました。まあそんなようなことが、自分の経験としてまあ良かったなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。吉野さんはいかがでしょう。私は開会式は1964年の東京オリンピックなんですが、実は開会式に参加してないんです。でなぜかというと、その翌日が第一試合で、コーチからお前ら疲れるからダメだと言って、参加許可されなかったんです。そういうのは実は結構ある例で、オリンピックの代表になっても開会式に行進する人は多分全体の数で言えば 20% か 30% ぐらいしか実は出ないんですね。なぜかというと、あれ見てる方がいいんですが、実は行進する人っていうのはその前にものすごい待たされるんですね。 3,4 時間長い時間、やっぱり競技に影響することもあるので、後の方の競技の人はまあ記念のために出る人も多いですが、最初の時は出ない人結構多いんですね。まあ、残念ではありますが、その時は戸田にいまして、ちょうどよくあるブルーインパルスの五輪のの形をですね、ブルーインパルスが飛行機でこう描いたんですね。そしてかなり自分戸田の真上に見て、戸田と神宮って近いんだなというふうに感じたのを覚えてます。まあ、いろんな、ね、思い出がおありでいらっしゃいますけれども、じゃあその次に注目のオリンピックについてお二人にお聞きしたいと思うんですが、実際のオリンピックというのはどんな雰囲気でいらっしゃいますでしょうか。今は開会式でしたけど、はいはい、実際のオリンピックの雰囲気というか、はいはい、これはね、ボートの場合はコースによっていろいろ違いがあると思うんですが、私が行きましたアトランタの場合は、人工ではあるもののものすごい大きな湖なんですね。で観覧席自身も2万人が乗れる観覧席を水の上に作ってあります。そんなようなことでですね、まあ対岸にあるんですが、それが本部はこっちが向かい側ということで、向こうで大きな声を出すのがね、甲子園で高校野球を聞いてるようなもんで、あるいは阪神巨人戦を見てるように、こだましてザーッとこう声が聞こえてくるというのが非常にね、華やかな中にも盛り上がりのある大会だなというふうに思ったりしました。実際の審判をやりますとね、非常に苦労が多いですよ。これはとにかく5つの職場があるんですけども、だんだん年が取ってくるとね、年が取ってくるとっていうのは、選手のレベルが高くなってくると、特に監視っていうところは非常に厳しくなっちゃいましてね、監視っていうのだけでも10人ぐらい張り付かないかんと、それがさらにまた5つぐらい持ち場が変わってて、それぞれの目的を達するために大変だったんですが、私は決勝の時にね、その監視員の計量っていうのをやったんですね。船を測ると、船の重さを測るという動作があるんですが、乗る前とそれから上がってきた時という時で、決勝の女子の2人漕ぎなんですけども、6位になったクルーがなかなか水の上から上がってこないということで、待ちに待ってようやく上がってきた。3位までのクルーはね、すぐ表彰式がありますから、メダルがありますから早く上がるんだけども、あとはクールダウンをしてゆっくり上がってくる。でゆっくり上がってきた時に船の
異常が見つかりましてね、結局そのクルーを失格にしました。私が失格にしたわけじゃなくて、発見はしたけれど審判長の方に伝えたら、即座にあの監督に、来てもらって、話した上で、そのクルーは、失格ということで、とにかくオリンピックは8位までが表彰対象なんですが、そのうちの6位がなかったというような結果が、最終結果が、出てね、その時私もえらい大変なことをしたんだなということを後から、実感したような次第です。もちろん他にもいろんなことが、新しいやり方でボートの審判も行われてるんだなということは実感しましたけれど、一番思い出に深いというかはそれですね。はい、はい、ありがとうございます。吉野さんいかがでしょう。やっぱりオリンピックで僕が一番印象に残っているのは、あの選手村って言って、ほぼ選手だけが、あのそこで集まって生活するわけですが、私が出たのは今から51年前となると、町で外国人に会うというのは珍しい時代でしたし、実際にその一緒のうちに自分が海外に行けるかどうかなんか分からないような時代だったんですね。その時代にいないとちょっと実感がないと思いますが、そういう時にそのインターナショナルビレッジっていう名前で選手村でいろんな国の人とこう会って、まあ、片言だけどいろいろ話ができるっていうのは新鮮な感じだったし、まあ、まあ自分がまだ20歳ぐらいですから嬉しかったですね。レースに負けたのはちょっと寂しかったけど、それはやっぱり嬉しい思い出として残ってます。はい、それではお二人に東京オリンピックに向けての抱負を教えていただけますでしょうか。さあ東京、まだまだ遠いことだと思ってましたけれども、もう5年なんですよね。開会式が明日から始まるのかな、5年後の明日7月の24日から、アトランタもそんなようなところに始まりましたけれど、暑い、またクソ暑い、そんな夏にね、皆さんしんどい思いをするんだなというふうに思っておりますけれども、さて5年先とこうなれば我々の仲間もそこそこね、出場する選手がその辺にもおるんじゃないかなというふうに、体操の平井さんとかいうのはもう有名ですけども、ああいう選手がどんどん鶴見区でもねできてくれば嬉しいなというふうに思ったりしています。その辺についてはまた後ほど話があるのかもしれませんが、よろしく、まあとにかく期待しているところですよ。はい、はい、吉野さんいかがですか。そうですね、私は東京で2回オリンピックが見られるとはちょっと思わなかったですね。非常に楽しみにしてます。私も高校生の時に最初東京オリンピックで南春夫さんのオリンピックのなんだっけ、花と花、歌と、そんな歌がすごい良かったのが覚えてますね。それでは本当に今日はね、オリンピックのことを間近に聞けて大変ありがとうございました。勉強になりました。それでは最後に、コマーシャルタイムでこちら の弾いていただいて、この時間だけコマーシャルができますので。私がするんですか。はい、じゃあ色のあるこれにしましょうか。はい、はい、あら残念、一番短いのでした。ごめんなさい、スポンサーの方に申し訳ないですね。はい、じゃあ残念、30秒だけ。はい、これ測るんでしょうかね。はい、ストップウォッチがあります。はい、キムさんも喋るあれがあるんじゃないですか。何を喋るんですか。コマーシャルです。学校のとか、はい、生徒さんも来てますので。はい、来ちゃいました。30秒とか言って。じゃあいいですか。はい、お願いします。はい、ジュニアローイングスクールはまだまだ小さな組織です。小さく産んで大きく育てるというポリシーでですね、これからも進めていきたいと思います。若い元気なお嬢さん、
あるいは息子さん、どんどんボートに参加させて、参加してもら、するようにそ、ご指導ください。お願いします。あ、ちょうど終わりましたはい、どうもありがとうございました、今日のゲストの木村さんと吉野さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続きましてはこちらのコーナーです。はい、ありがとうございました。こちらも、はい、続きましては、タウンニュースプラスワン、教えて浜田先生。浜田先生、よろしくお願いいたします。どうも、はじめまして、森さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、私はあの、はい、タウンニュースいつも見てるので。 ありがとうございます。はい浜田先生、はい、今日の教えては何でしょうか。今日はですね、オリンピック特別記念ということなので、鶴見区内でオリンピックに出場される期待される選手をですね、ご紹介したいと。いらっしゃるんですね。はい、はい、さっきちらっとお話が出ましたけど、一番筆頭はやっぱり体操のね、はい、はい、もうひねり王子と、はい、もういろいろとCM にまで出て、今年度からですね JOC 日本オリンピックの顔というところまでもう有名になられた白井健三選手ですね。はい、はいはい、私スーパーに行くときにそのね、はい、隣にお教室があるんで、いつも垂れ幕がかかってて、ここにいらっしゃるんだな。 そうですね、あと吉根高校、そうですね、高校はもう卒業されて、今もう今年から、ね、日体大の方に入学されました。なんか同級生の方が近所にいらして、自慢してらっしゃいましたので、白井君と同級生です。そうなんですね。はい、では、今週のタウンニュースです。お願いいたします。はい、もう行っていいですね。はい、はいはい、そんなに早くていいんですかもうちょっと白井さんの話した方がいいですか。白井選手はですね、寺尾中学校出身、ご存知ですか。寺尾中から岸根高校です、ね、そうですね、はい。で、タウンニュースで取材をさせ、初めて取材をさせていただいたのは、2011年、4年前、15歳以上から初めて出れるっていう全日本選手権に初めて出場されて、準優勝、ゆかで準優勝された時に取材をさせていただいて、その当時からすごい子が地元でいるんだよという話を地元の方々からいただいてましてですね、何かタイミングがあった時にちょっと取材をしたいなと思っていて、で、準優勝されたということで取材をさせていただいたんですが、今でこそですね、スポーツニュースなんかでも堂々とお話しされていると思うんですが、当時はですね、寺尾中学校で取材をさせていただいたんですが、お母さんと一緒に、校長室で取材させていただいて、すごく答える一言一言、お母さんの顔を見ながらですね、照れくさそうに語ってたのがもうすごく印象的で、世界選手権で初めて、ゆかで優勝した後のインタビューを拝見した時に、試合で緊張しないというふうにおっしゃってたんですね。で、僕が初めて取材をさせていただいた時は、試合が緊張するから練習の方が好きだっておっしゃったんですよ。だからもう本当その数年でここすごく成長されたんだなっていうのを感じてですね、本当に、5年後と言わず、もう本当に次のリオの大会からメダルの可能性があるんじゃないかなと思ってですね、白井選手にはものすごく注目をさせていただいてますね。はい、ね、本当に金メダルナンバーワンの選手がこんな身近にいるってことは、もう私たちにとってもとっても幸せなことですよね。ぜひ皆さんで応援しましょうね。はい、ありがとうございました。それではタウンニュースに、はい、じゃあ、はい、はい、お願いいたします。はい、じゃあ今週の注目記事はですね、先ほど報道協会 の木村さんからもお話が出てましたが、こちらですね、
7月に入って焦げてないよという、木村さんのお話がさっきありましたが、その原因がこちらになります。想定上のですね、乗り場がに腐食が見つかって、6月の22日からでしたかね、急遽利用が停止になっているというニュースですね。はい、すごく大きい影響が出ている、もう本当に皆さんどうしていいかわからない状況だという話を皆さん方々から聞いていて、大変な事態になっているということで、うちの方も記事にさせていただいたんですけども、はい、これはもっと早く分かって、もっと早くこうなんて修理をするとかっていうことにはならなかったんでしょうかね。そうですね、そこがやっぱり、ちょっと我々も取材をしていて少し疑問に思ったところではあったんですが、要は、その今回腐食があったのが、要は船に乗る時の、簡単に言うと乗り場ですね、あのところが水中にこう入っている支柱が腐食をしてしまって、乗り場自体が使えなくなってしまったということなんですけど、2000年に1回その腐食があって修理をして、でその後、今年15年ですから、特にそういうその改修がされていなかったそうなんですね。で点検自体も定期的には行われていたそうなんですが、目視だけ、水中に埋まっている部分というのはなかなか見ることができずに、それで今回発見遅れたというところだったと思うんですが、とはいえね、安全性を考えるんであれば、もう少し定期的に、点検をしながら、森さんがおっしゃったように回収をこうしていけば、こういうことにはならなかったんじゃないのかなとは思うんですけれども、はい、この前なんか鉄道の事故でやっぱり、目視で分からなくて支柱が倒れちゃったっていう事件がありましたよね。だからやっぱり目視だけじゃちょっと、危険なことが分からないってこともあるのかもしれませんね。本当に一日も早く ね、こんなに皆さん一生懸命ね、ボートに、対する情熱と愛情が、終わりになるんですから、一日も早くまた乗れるように、なんとか頑張っていただきたいと思います。ちょっとね、一級河川なので国が管理をしている部分があったりして、そこの調整が難しいらしくて、まだおそらく時期的には未定な状態が続いていると思うんですが、本当に早急にね、それこそね、オリンピックにつながるような選手が出る可能性もあるわけですから、1日でも無駄にすることなくですね、横浜市さんですとか、もう本当周辺一体となってね、関係するところが一体となって、その早急な改善をしてもらいたいなというふうに思ってますね。はい、皆さん感想などタウンニュースを読まれたい方は新聞の折り込みに入って、毎週木曜日、今日も入っていましたね、はい、鶴見区内の地区センターなどにも置いてありますので、ぜひご覧になってください。常にタイムリーな話題と、あとこの人物不時っていうのに私たちの同級生の人が2人も乗ったりして、今日ちょっとお友達が来てるんですけど友達に電話して、あの子が乗ってるねなんていうこともありますので、やっぱりすごくタウンニュースは楽しいです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は今日はドリームポッケのゆめちゃんお休みで、私の参加しているこの東海道クミンミュージカルのちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。でこれ 4区やってるんですね。鶴見区、神奈川区、保土ヶ谷区、戸塚区で、タウンニュースは全部、川崎も全部出てまして、神奈川区のタウンニュースに先週その主演の京子ちゃんっていう子が乗ったんですね。でだから私も乗りたいなと思ってるんですけれど、こちらにあります、神奈川区っていうのはとっても歴史の多いところなんですね。
で、私歴史の会っていうのもやっておりまして、お花見に権現山公園に3年前に行ったんですね。でまさかそこが舞台になるとは思わなかったんですけど、現在は甲賀谷公園っていうところ、青木橋に行くところの左手に桜がいつもきれいに咲いてるところが、電車とか車走ってると見えますよね。あそこを舞台にしたお話で、今回田口さんという素晴らしい方が脚本を書いてくださいまして、こんな熱いんですね。でその時代のこともいっぱい書いてありまして、私もあんまり歴史やってる割にはその時代のこと知らないんで、智興って朝って書くんですけど、頼朝っていうのも友っていうのが朝ですよね。ですからそういう歴史にまつわる古い人の名前とかがいっぱい出てきて、演じる子がまだ小学生の子とかなんで、本当に分かってるのかなって思うぐらいな感じなんですけれども、とってもその歴史を知るっていうことでいいですね。はい。でチケットは当日でも買えますし、999円で、神奈川公会堂、ここにチラシがありますので、後で皆さんにお話お渡しさせていただきたいと思います。8月の1日と2日土曜日が2時と6時、2日の日曜日が11時と3時の4回公演ですので、ぜひぜひ皆さんにいらしていただけたらと思います。それでは、いつも村上先生とかね、この組、鶴見でも組ミュージカルっていうのをずっと、はい、やってまして、はい、サルビアホールなんかでもやらせていただいてたんですけれども、タウンニュースさんにはいつもね、はい、お世話になって載せていただいたりしております。またよろしくお願いいたします。ね、今回本当に面白そうですよね。はい、はい、ものすごい歴史の勉強になります。子どもたちが公演を争って戦争するっていう、ね、はい、チャンバラが出てきます。はい、はい、すごく面白そうだ。はい、もう今までと全く違います。はい、はい、それでは番組も終わりに近づいてまいりましたので、エンディングトークということで、皆さんから、ご意見情報をお寄せください。また次回の放送についてですが、7月5日に商科大学バザールより放送する予定でしたが雨で延期になりました。次回の鶴見チャンネルは9月27日日曜日に放送予定しております。横浜商科大学バザールより生中継でございます。このバザールを開催している神奈川朝一ネットワークの方やバザールで出展している商科大学の学生さん先生がゲストです。お店がたくさん並ぶ楽しいところですので、商売の実験をしてほしいという狙いもあります。皆様もぜひ遊びに来てください。いかがですか、次回のゲストの。そうですね、本当に活気があって結構長く皆さん続けてらっしゃるその商科大学のバザールはですね、イベントなのできっと盛り上がるんじゃないかなと。初めて野外っていう感じですかね。そうですね、はい、はい、いつも、はい、屋外ですけど、はい、商科大学また雨で中止にならないで、そうですね、そこだけね二度あることは三度あるにならないように、はい、皆さん天気になるように、はい、はい。それでは皆さん、本日は拙い MC で大変失礼いたしました。時間になりましたのでこれで終わらせていただきます。またお会いしましょう。さようなら。